百人一首五十八第二の三味の歌です。有馬山、稲の笹原、風吹けば、いげそよ人を、忘れやわする。歴史的仮名遣いは一箇所です。二句目、稲の笹原ですね。第二の三味、女性です。 一つ前の歌で出てきました、紫式部の娘です。はじめは一条天皇の中宮彰子にお仕えしていましたが、後に五霊勢天皇の目のと,となりました。この歌は五衆位和歌集に収められています。第二の三味の歌。五衆位和歌集の中にはいくつも収められていますよ。かれがれになる男の。 えー、第二の三味のもとに通ってくる男性がいましたその訪れが途絶えがちになってしまったんですねその男性がおぼつかなくなどを言いたる何を言ってるのかというと気がかりなんですって言ってるんですじゃあ何が気がかりなのかというとあなたつまり、えー、第二の三味の方こそ心変わりしたのではないかと、えー、僕は気がかりなんですと 言ってきたのでこのような歌を読んだでは有馬山伊那の笹原風吹け場有馬山です摂津の国、えー、兵庫県の有馬郡まあ今でいう神戸市北区有馬町あたりの山ですね、えー、有馬温泉という有名な温泉がありますが そのあたりの地域を指しますねそれから稲の笹原ですこれも節の国です稲川に沿った平地のあたりを稲の笹原と呼んでいます、えー、万葉集の時代から有馬山と稲は 歌の中にセットで読み込まれることが多かったそうです。そして風吹けばですね接続助詞のばですよ。そして吹けは動詞吹くの依然形です。依然形接続のばですからそう3つの訳きっと覚えてらっしゃることと思います。今回はこのように訳します。風が吹くと何々すると結果こうなるというような意味ですね。 どうなるかというと、まあ、後ろに書いてあるわけなんですが、では、有馬山と稲の笹原はこのように訳されるんです。有馬山に近い稲の笹原にですね、そして皆さんもうお気づきですね、風が何々吹くと、風がどんな風に吹くのかが大切なんです。思い出してみてください。えー、これは、 この歌は自分のもとに通ってきていた男性の訪れが途絶え途絶えになってどうしたのかなと不安に思っている時に実はあなたの方が心変わりしてるんじゃないかと僕は心配なんですと言われてしまって返した歌なんです。ですからあくまで恋愛にまつわる歌のはずなぜこの「山」や「稲の笹原」そして「風が吹く」というフレーズが出るのかそう飾り言葉のように。 思いますよね。その通りです。では下の句に行きましょう。いで、そうよ、人を忘れやはする。そよ。このそよの言葉が実は非常に大きな関係を持っていることになります。風が、そうよそうよと吹くと。 えー、風が吹き渡るその様子「そよそよ」がここに補われるつまりこの紙の句は次の「そよ」を導くためのはい序言葉です。ということで序言葉を除いたこの下の句が第2の三味が一番言いたかったことということになります。それでは いってななんだろうなと思いますよねこの「いで」は相手を誘ったり勧誘したり自分の決意を伝えたりする時の前に置くフレーズなんですねですので、えー、この「いで」は「さあ」あと訳されます「そ」はこれは代名詞「その」という意味ですそして「よ」はこれは関東女子 英単を表す関東女子です。詳しい説明は今はもうしませんが、この「よ」を表します。いでそよで、さあ、そのことですよと言っているんです。そうすれば、残りはもうきっと分かっていただけます。人を忘れやはする。やは。百人一首51にも出てきました。 ヤワ、えー、いぶきのさしもぐさというフレーズも同じですよ。そのヤワです。そうです。係り助詞。今回は半語を表しています。ちなみにヤワのヤと、えー、この結びのする、そう動詞すの連体形になっていることがわかります。係り結びの法則。はい、やはり半語として訳します。とは、では。 忘れることをすると言っていますね。その半語ですから、忘れることをするでしょうかいや、そんなはずはありません。そう、半語の訳し方について、今ちょっと戸惑ってらっしゃる方、もしおられれば、特に第3章のかかり結びの法則の部分を復習なさるのをお勧めします。えー、いや、ないなりないと、まあ、否定しているような感じになるわけなんですけれども、 とにかくそこには第二の三味本人の強い主張が込められるんです私がどうしてあなたを忘れるでしょうかい,いえ忘れるはずがありません忘れてしまったのは私でなくてあなたの方でしょうと少しムッとしたようなこんな表情がイメージできますが、まあ、身勝手な男性に対する、えー、そういう反発の思いを込めているんですね。 さあここでもう少しこの歌を、えー、細かく読み解いていきたいと思いますよ。さあ「そのことですよ」のこの、まあ「そのあたり」「いでそよ」ですね。この「そのこと」って何を指してるんでしょうかねうん。こそはのことのこそはの言葉これとかそれとかの場合だとまああのー、前にあった 言葉を指すというのが原則なわけで,すでも前にある言葉というと「有馬山今の笹原風吹けば」ですから飾り言葉で大した意味を持っていないんです。ということはそうこれおぼつかなくと言ったその男のセリフを指しているんです。 ですからえ男性からのそんな言葉を聞いてすぐにこの歌を読んで言い返していることがわかります。第二の三味は、非常に優れれた歌人としても知られてらいたそうです。こういったね即興的に読んでいることからもその実力が伺えますね。そしてまだあります。このソヨ先ほど風がそよそよと吹くこのそよとお話をしましたが当然この「そ」は代名詞の役割も持っていたわけです。 ということは、一つの言葉で二つ以上の意味を持つ、掛け言葉になっています。さあ、この歌の分析において、風が吹き渡るこの稲の笹原、そこには何やら寂しい気分や雰囲気といったものが醸し出されていると言います。 そうですね、都からも離れていますそして山合いの地域です。ただ風が吹くそのことを伝えたかっただけではなく、えー、その一りぼっちで寂しいだとか恋人とつ心が通じ合わないその寂しさだったり虚しさだったりそういったものが雰囲気としてエッセンスになっていると言いますよそして皆さんに最後、えー、決まり人の前にお話ししておきますね。 第二の三味、こうしてムッとした顔で、えー、読んだであろうこの歌なんですけれども恋愛においてですね相手のことが嫌いであればまあそれでいいわけです。好きだからこそこうやってムッとした顔で「私はあなたのことを忘れないわ忘れてしまったのはあなたの方でしょう?」となじっているわけなんですよ。 あくまでもねあの嫌いで読んだという捉え方ではなくてそれほどあなたのことが忘れられないのよって言ってる恋心を歌っていると理解してくださいねさあそれでは決まり字です有馬と読まれればいでの札を取りましょう有馬山稲の笹原風吹けば いでそよ人を忘れやわする。百人一首五58第二の三味の歌。以上です。